みんなお疲れさん。また今夜な。遊び歩いて無駄遣いするんじゃないよ。はーい、また今夜。何なんだこの人、知り合いか？神奈川県警の元刑事さんだ。刑事？元刑事。直近じゃ免許センターの職員だよ。でもよくここが分かったな、足立さん。あんたの方はあの後大丈夫だったんすか？大丈夫、いやそうでもねえな。クビになったよ、警察。え？あとちょっとで夢の満額退職金だったのにな。あっさり懲戒免職だ。じゃああんたたった一人でこの場所見つけ出したのか？ふふ、春日には俺からスマホを渡してたんでね。あ、そうだよ。だったら来る前に連絡くれりゃよかったのに。連絡つかなかったのはそっちだろう。撃たれた挙句ホームレスやってたんじゃ、スマホの充電もできなかったわけだ。俺の体より携帯の心配？スマホが切れてたからお前の居所が分かんなかったんだ。は？ GPS だよ。でいや、お前には分かんねえか。なんだよ、感情悪いな。男が3人も集まって何ちちくりやってんだい？なあ、浜子さん、おはよう。この人は元神奈川県警の。何がおはようだ、もう10時だよ。あんたたち今日はハローワークに行って仕事を探すんじゃなかったのかい？あ、やっべ、そうだった。早く行かねえといい求人が取られちまう。悪いな、足立さん、俺ら仕事見つけに行かねえと。だったら俺も一緒に行くぜ。え、なんで？俺だって今は無職の無一文よ。無一文？少しくらいはあんだろう、貯金とか。ねえって、そんなもん。退職金が頼みの綱だったんだからよ。貯金なんて小学生のお年玉以来したことねえよ。だから退職金当てにしてたんだけどな。しょ、免許センター勤めのくせにただのダメ人間じゃねえかよ。うるせえ。俺は酒と女に金使うのが唯一の趣味だったんだよ。ほら、さっさとハロワ行くぞ。
お、こいつら変身しなかったか。ああ、何言ってんだお前。勇者がどうとか妄想が過ぎるんじゃねえか。現実見ろよ無職さん。俺だけ。まあいいや。こっちの方が面白い。俺の番だな。おい、やさぎれんなよ。逃げるなら今のうちだ。やるか。うわあ、してみた。やるか。俺の番か。ほら来いよ。やってやるぞ。やってやる。なんのか。くらえ。行くぞ。とっておきだ。金よこせなんて見る目のねえ野郎だ。なあ、
さっき戦ってる最中によ、本当にこいつら変身して見えなかったか？あ？いや、本当に変身して見えたんだって。大した妄想力の勇者様だな。妄想？さっきのは俺の妄想だったのか？まあお前は思い込んだら止まらねえタイプの人間だからな。自分が勇者だと強く思い込みすぎて敵がモンスターみたく見えたんじゃねえか？思い込みか。まあでもそれくらい思い込みが激しいやつじゃねえと勇者なんてなれねえかもしれねえな。要は自称だろ、自称なら思い込んだもん勝ちかもしれねえぜ。そうか、そうだよな。よし、やっぱり俺は勇者だ、勇者になるぜ。全く調子のいいやつだぜ。じゃあさっさとハローワークに行くぞ、勇者よ。今の勇者様のパーティーには薬草を買う金すらねえんだからな。そうだな、まずは金だな。ドラクエと同じだ。本当に人生は RPG だな。おじさん、昨日僕誕生日だったんだ。え、そうなのかい。じゃあ何かプレゼントをあげねばな。あ、それは別にいいよ。ごめんね、僕もおねだりするみたいになっちゃって。いやいや、その年の誕生日は一度きりなんじゃ。わしもお祝いさせてくれ。でもおじさんホームレスだよね。確かにそうじゃが、うん、おじさん生きていくのに精一杯でしょ。気持ちだけで十分だよ。ありがとう。そうか、翔太君は優しいな。ああ、そろそろ塾の時間だ。もう行かなきゃ。またね、おじさん。ああ、気をつけてな。探しに行くのは難しそうだし、あのじいさんにでも渡しておくか。
けるじゃねえか。その目つきが気に入らねえ。覚悟はいいんだね。おいよ、俺の番だな。口だけは元気だな。やってやろう。
どちらまで行かれますか？それでは。言いたいことでも。ぶっ潰しちゃ放射しねえぞ。俺の番だな。おいた。いらっしゃいませ。ありがとうございました。男の前にあるのは、
お手柔らかに頼むぜ。また行くかい？じゃ、また。何も出ないよ。行くぞ。おい来た。見てろよ。立ってみ。俺の番だな。Yeah!
なんだ。待てよ。おう。おい。決まったか。